聴者兄貴に謝罪します。昨日は動画投稿を休んでしまい、申し訳ありませんでした。お詫びとして小林リオの首を差し出すので、どうか私のことは許してください。お願いします。何でもしますから、昨日は証拠が暴走しなかったことを謝罪します。あともう一点、謝罪というか訂正補足したいことがあります。先日、リバーズエコー小川社長への、カンパを呼びかける動画を投稿しました。やさぐれメタル様の件から私の動画を見てくれている人は、経緯を大体把握していると思いますが、コラボ騒動から入った人には、なんでカンパを集めてるのかピンとこなかった人も多いかもしれません。やさぐれメタル様と小川社長の件については、非常に経緯が複雑でややこしいですからね。ちょっとそこらあたりがあの動画では説明不足だったかなと感じています。そこで簡単に経緯を説明する動画を投稿しようかな、と考えていたら、黒すみれ様が非常にわかりやすい動画を投稿してくれました。コミュニティの方でも紹介させてもらいましたが、改めて紹介します。害悪すぎるやさぐれ信者訴訟対策のため、リバーズエコさんにカンパ協力お願いします、というタイトルの動画です。概要欄とコメント欄に URL を貼っておきますのでぜひ見てください。この動画を見ればなぜ小川社長がカンパしているのか、なぜカンパが必要なのかが大体わかるかと思います。この動画、とてもわかりやすくまとまっていますので、ぜひ多くの人に見ていただきたいです。しかしやさぐれメタル様は今後どうなるんでしょうね。はっきり言って裁判でも勝ち目なさそうなんですけども、よほど外れの裁判官に当たらない限りはやさぐれメタル様が敗訴するでしょう。ギガ人みたいに、敗訴したことには一切触れずに動画投稿を続けるのか、あるいはまた虚言扇動をするのか、やさぐれメタル様が裏で何をやってたのかが明らかになる日が楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。